はい、こんばんは、モカ太郎です。今回はですね、前回の動画見ていただければわかるんですが、ダウンロードコンテンツで日本風の建物を建築することができるようになったので、いろんな人とね、協力しながら素材をみんなでね、集めて、すっごい城を作ったの。でね、それを今から皆さんにご紹介したいと思います。で、できれば、今回の、城を作るに、当たって協力してくれたみんなに城の前に集まってもらってみんなで写真撮影を企画しております。それをねツイッターでツイートして公式さんからいいねをもらえたらもうこの企画は合格とそういう感じにしていきたいと思います。これ見てほしいんだけど今コナンアップデート中なんだよね。1328サーバーがメンテナンス中でインができない状態なの。だからちょっとここにサーバーがパッて出るまでちょっと私事の話を挟みたいと思います。すいませんね、失礼いたします。ちょっと個人的な話挟むからちょっとみんな耳塞いでてね。はい、ヘッドホンガシーン。もしもし。はいはい、お元気ですか？まあ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 。最近あなたの動画見たんだけどさ、うんうん、君なんか見たことある城が動画の中にね出ててね、なんだろうな、すごい作りが良かったわけよ。ああ。これなんかどっかで見たことあるなと思いながらさ、私は高評価を押したよ、君の動画に。なるほど、なるほど。あれ、なんで出しちゃったの、さっき。あれね、作るのにね、何週間かかったんだろう。結構かかったのよ。なんであなた動画で、あれ公開しちゃったの、勝手にさ。勝手に配信します。公開します。で、外見だけだったらまだしも、中身まで、あなた、100% 見せたじゃない。100% の力で、私たちが作った城の中を見ることができたよ。垣間見たよ、君の動画で。どうしても、今回ダウンロードコンテンツを、うん、動画を作るにあたって、うん、ちょっと出遅れてしまったんですよね。いや、そんなことないよ。遅れるとかそういうのはないよ。君のチャンネルの君の動画なわけだから、そんな出遅れる出遅れない関係ないよ。君が作ったものなんだから、君のその君が見たくて見てるんだから、みんな。いや、ここに全ての人に対しての謝罪をいたします。全部人のおもろです。なんか選挙書もさ、日本風の選挙書紹介してたけど、あれ麦ちゃんのじゃん。そうそうそう、あ、麦ちゃんのだよね、ペットのやつね。そうだよね、あれ綺麗なアングルで撮れたのも、あれは麦ちゃんが頑張って作って装備させたから、ああいう絵が撮れたわけでさ。君、あの城はみんなのものだぞ、あれは。ってことは俺のもので。あ、そう。まあまあ、まあ、一枚作ってないとかね、言ってくるね。まあ、素晴らしい動画だって、ありがとう。これいつになったら開くんかな、サーバー。おそらく12時あたりにサーバーがパッて出るんじゃないかな。あと1時間ぐらいあるんか。うん、その間にあなた謝罪の気持ちをちょっと歌に合わせて。何の歌やったと。USA チャラチャチャラチャラチャチャラ USA USA チャラチャチャラチャラチャチャラ。すいません。はい、ということでサバ復活したので皆さんにお城をご紹介したいと思います。それでは行きましょう。こんな感じになりました。ドドーンと見てこれ、どうよこれ。これまだ後ろ面だからね。まあ、正面なんだけど、ぐるーっとすると、こんな感じになりました。地図もあってね。どうですか、この感じ。これがね、みんなと一緒に作り上げた城でございます。ちょっとご案内しますね。ここにまず大井戸あるよね、ここに。それで乾きを改善しての、で、ここにちっちゃいお家があります。これまだ作りかけなんだけれども、まあ、こんな感じで。あ、ちょっとラグった。ごめんね。まだ城入んないから、ちょっと待つね。で、ここ、私のお気に入りポイント。ここ、このね、おっきい城の横に、昔ながらのお家を作りたかったのよ。ちょっと入るね。ほら、こんな感じ。ここに、まあ、ご飯を作る暖炉があってね。で、ここに石のかまど。これ、あえて石のかまどを使ってるからね。
これランクアップバージョンも作れるんだけど、あえて城のかまどを置いてみました。で中はこんな感じ。ここでね、なんかポットとかお鍋とかをさ、ここでお料理できるような感じにしたのよ。で一番のポイント、ここ雲の巣ね。雲の巣ね、これ。これ家の中に雲の巣張っちゃってる感じがまたいいでしょ。雰囲気出てるよね。雰囲気出てるよ、もう買ったらさ。ということで、このちっちゃい民家。民家を作りたかったわけよ。これね、ポップなんだけど、プランターの中でポップが一番綺麗な緑緑してるんだよね。だから今回ポップを採用しました。だからこのベンチに座って、ほら、絵になるでしょ？ほら、こんな感じでね。なんかこう、団子とか食べてたら最高でしょ？こう、お茶飲みながらさ。こういうお家が好きなのよ。ばあちゃん家みたいな。ばあちゃん家みたいなお家を作りたかったわけですよ。こんな感じでね。いやー、いいね。素晴らしいね。でね、こっちがやっぱり井戸なんだよね。ばあちゃん家と言ったら井戸なわけよ。ここでね、乾きを潤して、で、蜂蜜とかね、いろいろこう、備品なんかが置いてあって。で、ここがね、また明るくなるとね、綺麗に見えるんだよ、風景が。元祖、私のお家ね。私のお家からこう上にね、敵の拠点がこう見えるね。で、下には防具美術館。これまだ未完成なんだけども、これできたらすごい迫力だと思う。で、この先にはラストストームさんが作った建物、動物園とかがね、この先に見えるわけ。明るくなるとすごい素敵なんじゃないかな。だからお花見できるみたいな感じにしてるわけ。ここにもね、ポップを配置して。どうですか？もう今のところ私は今大興奮してる。じゃあね、城の中ご案内していきたいと思います。あ、ちょ、ラグイ、ラグイ。なんでこれ。父の矢って何？父の矢って何？はい、ということで、まず、1階のご案内です。ここにね、2つの像が、こう威圧してるわけ。ドーンって。で、この階段を上がると、ほら、王座がここにね、これ座ってみようか。こんな感じになるわけ。かっこいいでしょ、これ。まあ、そんな感じで遊べるようにしたの、一回はね。これいい感じでしょ。仲間たちがね、これ、これ何かの間違いだと思うんだけど、これ、逆なんだよね、座る向き。本当はね、一番上の王座を見てほしいんだけど、なんかミスったんだよね。これ逆向いちゃってんだよね、これ。それでは、二階をご紹介したいと思います。2階はね、この城のメインの部分になります。まあ、とりあえず、基礎素材は3階です。まあ、3階にあるわけなんだけど、この2階でね、みんなの、武器を作ったり、いろんなものをすりつぶしたり、石を焼いたり、鉱石を焼いたりして蓄えてる。だから主に核だね、2階は。まあ、主要な施設とかをここに配置してます。だからここにドーンとね、武器を持った像が待ち構えてるわけ。でね、こうベランダもあるわけよ。これお外見れるから。見てこの景色、やば。なんだよ、あれ。多分あれ、ひなちゃんだね。いや、素晴らしいでございます。ということで、さっき説明した3階、基礎素材が貯蓄されている場所でございます。こんな感じでね、基本素材、木材とか石とか枝とかね、そういったものがここに保管されています。で、奴隷の鍋と。ここでね、奴隷の餌とかを分配して管理してるわけ。で、3階の景色がこう。あんまり変わってないね。まあ、こんな感じね。まあ、光が出てて綺麗だね。これ一回一周回れるから、これ。ぐるーって。素晴らしいでしょ、これ。いや、素敵でございますよ。いいじゃないですか。じゃあ、最上階、4階に参りたいと思います。はい、ドドドーンと。で、ここはね、主に奴隷とか、ゴミとか。それでは最上階の景色、ご覧ください。はい、ドン！こんな感じね。だいぶ広く見えるようになったね。あれ？この柱、あれ？この柱があると向こう行けないんだ。あれー、これは欠陥工事ですな。ほら、見てごらん。ほら！いい景色だねー。こっちの地域とそんなに景色は変わらないよ。うち住んでるとこんな感じだから。いや、素敵な風景でございますよ。まあ、私のお家もね、全部見える。あ、防具美術館もね、人がちっちゃく見えるね。これぐらい高く作ったってことだね。いや、素敵な眺めでございますよ。これ後ろもね、見えるからね、これ。これなんだったら、こっから行けるからね。こっから、こう行けるからね。
すごいでしょこれ。ほら後ろ側もかっこいいね。これ日本の塔だね、まさに。でね、とっておきの場所があと一つあるの。これご紹介させてください。これはね、パワースポットって呼ばれ、おお、みんないるね、みんないるね。この父の部屋、誰かがネーミング、誰がつけたんだかわかんないんだけど、多分ダツさん。これやっぱ引っかかりそうだから名前変えようよ。これ父の屋って何なんだよ、ちゃんとした名前つけよう。ダメだよ、怒られちゃう。はい、ルネ神。このお祈り場の奥に何やらこの鳥居があるわけよ。これどういう意味っていうと、ちょっと朝になるの、まあ、今明るいんだけど、ちょっと一旦夜になって朝日が来た時に皆さんにお見せします。だからちょっと一回待つね、ちょっと待つね。あー楽しみー、早く来ないかな。来た、わー来たー、見てこれ鳥居、見てすごいでしょこれ、めちゃめちゃ神秘的じゃない。あーもう素敵だわ、素敵だわ。あーもうブラボー、ブラボーだね、素晴らしい。はい、ということで城前で皆さんと記念撮影します。ちょっとね、松さんとかニケちゃんがいないんだけど、こちら辺にさ小窓で出しとくね、ニケちゃんと松さんね。ということで、はい、チーズ、カシャッと、こんな感じになりました。私のツイッターからこの写真ツイートさせていただきます。これで公式さんからいいねもらえなかったら私はもう呪う。ということで皆さんご協力本当にありがとうございます。もうね、大量の素材をね、もう皆さんにいただきながら作り上げたこの城でございます。三つ木の塔でございますね。こんな感じでコナエグザイルズ楽しんでいるわけでございます。やっぱ仲間がたくさんいると心強いね、本当にありがとう。ダツさんせっかくだから撮れば、真ん中行こうか。オッケー。これはね最高の写真が撮れるよ。あ、ニーナちゃん来てくれてる。ちょっと待って、撮れた？ダツさん、うん、撮った。オッケー、ムギちゃんぜひセンターで、ムギちゃんたちの協力もあったからここまでできたから、ぜひお願い。みんな動き出した。犬センターになっちゃったよ。あー消された犬センター。ひなちゃん、ひなちゃんセンターいけない。あー、ひなちゃんが死んじゃった。ひなちゃん、ひなちゃん、お前動き決まるよ。じっとしろよ。ほらしげちゃんセンターいけないでしょ。あー撮影終わった。そういえばダッツさん城作ってる時にさ、はいはい、ダッツさんってコナンインしてたっけ。してないよ。だから壁一枚作ってない。はい、ということで今回はみんなで作った城のご紹介でございました。ご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。